いつもお世話になっております、サイド B の酒井です。服部です。本田です。2024年になりましたけれども、はい、今年ね、行政書士はこう変わっていくだろうというですね、あの予言めいたものをみんなでしていこうじゃないかと、面白い今回の企画でございます。はい、もうコロナはこう一応終わったという体なのかなと、そうだね、いうふうに思いますけれども、これからもおそらく継続していくであろうものであったり、その後ですね、まあ、変わっていくであろうものの中で、特にこの2020年、今年にその変化が顕著になりそうな事柄、まあ、我々の仕事に影響の大きそうな事柄というものに対して、それぞれのこう感じているところ、考えているところをぜひとも述べていっていただけたらということでございます。どうですか、酒井さん、認定審査を取りに行ったっていうのね、まあ、この間動画で言ってありましたけれども、やっぱ思うところがあるわけですよね、行政書士資格あるいは業界、そう、なんかね、その今当然僕ら行政書士 YouTuber で、はい、今回のテーマも、まあ、行政書士界隈はまあこう変わっていくんじゃないかということなんですけど、一番ね、自分が行政書士だみたいなんて思ったんで、登録したてなんですよね。はいはい、で、まあ、10年近くになるんですけど、やっていけばいくほど、自分が行政書士だっていうのが、もう感覚としてもう抜け落ちてきてるんですよ。はいはいはい、で、結果的にその行政書士業務っていうことではなくて、自分に依頼してくれるお客さんに対してどういったものを提案できるかっていうところで、お客さんがどういう形で、事業がうまくいくかっていうことをすごくメインに考えるようになってきたので、なんかね、俺行政書士なんやなっていうような感じになってきてるから、なんかね、今年じゃあ行政書士界隈こういう風に変わっていくんじゃなかろうかって言われてもちょっとピンとこないんですよね。はいはいはい。でもある種それが答えなんだと思いますよ。だから、その酒井さんはたまたまそのやられてる業務が顧問も多いし、まあ、あとね、あの僕らみたいに京都で、割と京都ってね、もともとそういう、なんだろう、行政書士っていうものでビジネスしようじゃない派みたいな感じで、まあ、僕らその中心やったわけじゃないですか。そうですね。だからそこにいたっていうのもあるから余計そうなんだと思うんですけど、逆に言うと今後行政書士全体がそうなっていくだろう、あるいはそうあるべきではないのかなっていうのは僕は思ってて、例えばラーメン屋さんは、俺はラーメン屋だって思ってやってる部分もあると思うけど、同時にあの飲食店として、食べ物を食べてもらって幸せにしたいっていうのが必要なんで、要は俺はラーメン屋だから、なんかその例えばケーキ屋とか、カフェだとか焼肉屋さんとかはライバルじゃないなんて思ってないわけじゃないですか。人間必ず1日3食ぐらいしか食べないうちのそれをどう自分のサービスを選んでもらおうかでしょ、でも なぜか行政書士に関しては、例えば司法書士とか弁護士とかに対しても思ってない人もいるかもしれないし、もっと言ったら民間コンサルティングに対しても思ってないかもしれないし、もっと言ったらいわゆるこうシステムですよね、こうプログラムとかアプリとか内容してる会社がライバルって思ってないとかね、おかしいなっていうのは僕はずっとあって、でそれがほんま顕著になったら生成 AI 出てきて、チャット GPT とか出てようやく気づくみたいな、いや俺ら十何年前から言ったのかみたいなずっと。本田さんだって、あの8年前かその京都府行政書士会の会報で AI の話も書いてるわけだから、僕らずっと警鐘鳴らしてるわけで、最初からいや行政書士だからよう覚えてんな結局ね、AI が民主化されたわけですよ、今までは、IoT だとかビッグデータだとかって言ったら製造業なんかみたいな感じに思ってたのが、それが僕らが普段使ってる言語っていうものに置き換わった瞬間に、誰でも目に見えて AI の凄さが分かるようになったと。ただ本田さんが書いてた頃っていうのは別に単純にその頃は、なんかそれ製造業の話とか、なんか一部のなんかデータベース使ってるような業種の話で終わってたんだけれど、いや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 、僕らもずっと言ったけど分かってもらえなかった、だけど あんだけ分かりやすく LLM っていうその言語でね、できるようなものが出てきた瞬間に、
なるわけじゃないですか、うん、そこで、うん、俺らのライバルって行政書士、修行同士どころか、うん、こういうシステムもなんだってなってて、うんうんうん、で、僕の予想の話なんですけど、うん、もう、これは行政書士に限らずに結局、酒井さんと一緒でなっちゃうんですけど、うん、もう、世の中、社会、日本社会、あるいは世界として、うん、僕、ありとあらゆる、仕事、あるいは業種の、うん、あのワークフローっていうものが変わると思ってるんですよね、うん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 、ちょっと前、10年前とかの言い方で言うとその垂直統合とか水平統合とかいう言葉がよく流行ってたんですけど、うん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 、僕そんなレベルじゃなくなってると思ってるんで、いわゆる仕事の流れっていうもの全部に対してのサービスが全部あると思ってるんですよ、うんうん、分かりやすく言えば生成 AI って別に単純に Google みたいなのが何かに置き換わったみたいに思ってる人もいるかもしれないけど、うん、そうじゃなくてもうあれが今僕らが普段使ってる Excel とか Word とか、うん、何ならあの Zoom ミーティングだとか、うんメールのやり取りだとか、うん、スケジュール管理だとかを全部横断してサービス提供し始めてるわけですよ、うん、Google とか Microsoft とかが、うん、だんだんなってきたら僕らの1日でやってる仕事の流れっていうのを全部 AI に、うん、まあ監視されてるって言い方おかしいけど、うん、まああのそばにいてくれてるわけですよね、うんうんうん、で僕らが判断してたこととか計画してたことっていうのはもう自分でやる必要ないんですよね、うんうん、例えばマイクロソフトの、なんだっけ Teams とかでやってましたと、うん、でその時にあじゃあちょっと酒井さん、来週こんな感じでなんかやっといてくれるって言ったものがもうスケジュールに勝手に入ってたり、うんなんならそのスケジュールに入ってた、何日か前とかにですね、うん酒井さんに、この間あれ作っといてって言われてたから、仮の、分作ってみましたけどチェックしてくださいみたいな、うんうんうん、でも AI が言ってくるわけですよ、はいはいっていう時代になった時に、うん、そんな行政書士でね、うん、手続きのここの部分の書類作成するサービスっていうのをどこまで求められんねんって話になってくるわけですよ、うんうん、もうおそらく今年、はい、にはあのマイクロソフトがすでに、ね、あのテスト版で出してるコーパイロットそうコーパイロット、うん、あれがやばい、うん、あのチャット GPT の AI が、うん、オフィスソフトに標準搭載になるんですよね、うんうんうんでテキストでバーッと打ち込んでこんなんの例えばプレゼン資料を作りたいってなったら、うん、その資料から台本からの案をもう作ってくれるだろうと、うん、でそこにちょちょって直しをすれば、うん、もうそれっぽいものができてしまうという、うんまあ、状況になるので、はいはい、叩き台作ってくださいっていう言葉はもう聞けなくなる今の言い方を借りれば叩き台は作らなくていいってことになっても、うん、人間が決定するっていう部分は残るわけですよね、うんうんうん、これは僕二極化が進むと思ってるんですよ、うん、決定権が重要になっていくってことになれば、うん、それまで何か作るとか、うん、提案するっていうのは AI でいいわけですから、うんうん行政書士っていうものがこの世の中でどんだけの影響力があるかないよねってだから逆に言えば、公認会計士とか弁護士は事業の中でも重要なの、うんうん、決定権持ってる部分が大きい、うんうん、特に公認会計士とかって監査ですよ、うん、あんなの AI できない、うん、その作業はできると思うんだけど、うん、最終的に責任を取ってこれは OK ですとかダメですとかっていうのはやっぱ公認会計士、うん、で土地拡張たちもそう、うん、土地拡張たちも測量したりだとか図面作ったりとかは AI できるかもしれんけど、うん、私がこれ責任持ってっていうことは土地拡張たちにできないとかってなるから、うんうんじゃあ行政書士でそういう分野って何ですかって考えていかないとダメなわけですよね入管とかになるかもしれないですそうですね、うんうん、でもアナログ会計にはなっていくんだろうねああそれもあるね、うん、我々がさその行政書士っていうものに対してこう辞任してるものっていうのは行政書士法上これができますっていうことだと思うんやけど、うんうん、考え方として行政書士という人種はどういうことが得意な人たちですか、うん、っていう性質の部分にこう寄っていってそういう人たちがこう一番輝ける分野って何でしょうみたいな、うんうん、そういう発想になっていくと思うし、うん、今までそういう、 こう、ね、我々は考え方をしながら、うん、それこそ受託業務なりも含めてやってきたところもあるから、まあ、その中での一定の方向性でいうとやっぱこうアナログの強みの部分かなという気がするのでそうね、うん、そこのなんかすぐ話なんかあった時に聞きに行ける、うんうん、とか電話一本で来てくれるとか、うんうん、あそうだね、うん、
他の事業はおそらく今でもそうだと思うんだけど、何時から何時の間に事務所来てくださいっていう言い方をする人が多いじゃないですか。で、行政書士の場合はいつ行きましょうかって言ってくれる。そうね、そうね、確かに。他の事業でそれが標準的なというかデフォルトになってるところってほとんどないかなという気がしているので、出張っていくというか、出張が標準になってるっていう、その我々の良さみたいなもの、まあ、それは転じて、その人との距離が近いっていうところにこうね、寄っていくことになるんだろうなっていう気はしてますね。めっちゃそこ大事ですよね。なんか生成 AI 出てこようが、なんだろう、 SNS でね、一応 A 行政書士らしい、 B 行政書士らしいってやってても、その相手に主に血の通ったものを感じるかって感じない。でも人間の性質として血の通った相手とやり取りしたいっていう、なんかそれは多分今後変わらないと思う。そうですね、もう無条件で多分そういう選択にはなると思うんですよ。そうですね、特に高齢者とかになるとね。そうですよね、申請でいうと補助金申請ってもかなり電子申請、オンライン申請が最初の方から入ってたじゃないですか。だけど結局回線パンクしてるわけですよ。だからそのいくらなんかハテナのマークを押したら相方出てくるとか、なんかある程度のことがブラウザ上でできるってやって、で今後ね、例えばちゃんと GPT が対応してくれってなっても、電話してサポートセンターに聞きたい人ってなくならないわけですよね。でそれは人がその人の責任を持って答えてるかどうかってところが大事になって、そこはね、行政書士としても何かこう自分たちがやるべきこと、残すべきこと、持ってたら、対価をつけるべきところ、そうですね、っていうのを考えていかないといけないのが2024年以降の顕著なところかなっていう。2025年、もう来年か、になると団塊の世代の人が全員75歳の年になりますか。で今の制度でいうとその再雇用の期間も終わり、仕事から引退するようになるわけなんですよね。でその一つ下の世代っていうと、まあ、我々とかぐらいになってくるんやけど、もう誰でもパソコン使える世代じゃない。そうね、いろんなものが電子化されていって、紙で申請をお願いしてくるなんてことは、おそらく2025年を境にガラッと状況が変わっていくんじゃないかなと、なるほどね、いう気がしているので、試験を受けた時点では行政書士というのはこういうことをやる人ですよって言って、それをやろうと思って試験受かって回答したかもしれんけど、10年後にはほぼほぼこうね、昔のというか、昔はこういう仕事もありましたみたいな、エレベーターガールとか電話の交換手みたいな、これが学生の頃でバイトしてた頃は、またキーパンチャーっていう人がいた。キーパンチャーって何？だからギリ行ったね、僕の時。キーって待って、キーパンチャーって何？まあ、要は、いわゆる僕らのイメージと代償に近い。そう、ワープロのクソ早い人。あテレビとかで見たことある。レコーダーで会議の様子を吹っ込んだやつを全部そう、在宅をしてね、そういう受ける人がいてね。そうそうそう、そういう仕事ってもうないわけよ。今だってワープロ持ってる人はレアでしょ。そうでしょうね。逆にね。その当時は文豪派かルポ派かみたいな、ね。これも本当に視聴者の皆さんの中でも世代によってわーわーそうそうそうっていう人と、なんじゃそれやっていう人にスパッと分かれる、それが我々ぐらいのところでちょうど境目になっとるわけですよ、こういう変化が社会全体をガバッとこう上書きしていくっていうのが今年、まあ来週来年とかで起きることだと思うので、それはねちょっと準備というか、そうですね、なんか人生世間に関わることなんで、そうだね、本当そうだと思う、というわけでですね、2024年、まあ、今後も含めてですね、行政書士界隈はこういうふうに変わっていくんじゃなかろうかということをお話しさせていただきました、本日もご視聴いただきありがとうございました。